钱也太少了吧。哦，爆炸！降落，白色玻璃达成。我打我打都少。这有用吗？打了这么少，我的吧，最强的。破精灵，哦。进步了什么？我教授又在这了，阿西亚。白痴教授，你怎么在这？何してるの？嘘，邪妖観察に決まってるでしょ。あれは彫像型邪妖ですよ。人の手により作られた。手を碰到淌血都会变奇怪的。邪妖になったものです。芸術はからきしですが、芸術家が絵や彫刻に魂を込めてしまうのはなんとなくわかる気がします。作り手は見たかったのでしょうな。生き生きと動き回る作品。很恐怖吧。教授が芸術について話すなんてね。ロイドさんとは趣味がありませんがね。彼の関心は換金性、いかに高額で売るか。でも私はただ情熱を評価します。昔の学術書が著者の心を伴って語りかけてくるような時があります。そんな情熱的な研究を私もしたいんですよ。教授ってさ、はい、生きてる人間そうだよね。うん、何でもない。我以为他想说什么，结果竟然是讲这种边缘话。狗屁！发呆啊！看下委托。那么麻烦。重魔好猛，
这里有没有射到东西？这里没东西。吉阿鲁菲埃利亚。这样的话，这边是不是就是？不是的。防阶梯。我不是很适应这种地方，没关系，我也不适应。我哎，麻烦麻烦，我觉得我应该至少还在打完呢。幸好我怎么一直被打飞啊？还插炸弹。自己就打完了，干回不去 ，no， 算了，再打一次网 ，fuck， 那里雕像洞，我还不吓死，真的吓死。他撑不到500下，他就要死啦！可恶，你怎么撑不到500下？有个奖杯是500的。要去森林散步了，森林中真的满是清新的空气，在森林中休息的话不禁感觉精神精神大倍。太阳好温暖哦，连心里都变成暖乎乎的，心情也很放松的。这样一想，溜溜也宛如太哎呀，我什么都没有讲，又是这 玻璃娃娃剑，那一碰到就死。那这样的话 ，HP 要干嘛？拔起啊！那这位起来没有效果，但因贵重人能高价卖出，把我。稀有道具的掉落率增加10%。信物耶！ Yeah!熊的材质。
哦哟，魔像的艺术，石像鬼四肢，魔物。来啦！哦，それ、それでは。9+2+3+8，这个比较好了。赏鸟，我忘记啊，我忘记。分值加26，好猛哦！超级鞋子渴望。巨线化。このより城でいいの？8000烤窑。アクチレイジヤスク、好哦。この名前に決めた。这我炫炮名字就交给你了。我，你就是我的主人吧？有我在，你就能放心了。我不会让敌人伤你一根汗毛。哇哦！我还差1、2、3、4、5、6、7，我还差7个。到时候是必须要把一些丢掉的吗？坏哦，它变色嘞，这只龙变色嘞，那个路加诺也变色了，升级照会变色哎，好猛哦，全部都变色了耶。原本是橘色，现在变成怪的黑色，好猛哦！怎么会变色啊？等一下哦。变得好奇怪哦，大哥，虫魔服从主人，你被洗脑了吗？那女在做料理还是发动炎魔法？靠背啊！我们绝不背叛你，到底怎么了？坏掉了吗？
在这里。浄化開始。浄化開始。我的这只好猛哦，虫猫越来越猛哎！哦，看不到。大哥，你有没有卖什么新东西啊？好像没有诶。受到异常状态效果时间延长 50%， 容易受到敌人攻击。那要这个干嘛？问号。好，买一个好不好？但我觉得没什么用。但是万一我们亲爱的药就糟了，再买一个。等一下，等一下，铁木鸡是什么？这我们亲爱的会要这么奇怪的东西吗？摩笛手的笛子，我杀手。是护额，起来就很有趣。哟，触发剧情。いずれ森か。所有者は決まって森で道に迷い、宝石を落としちまうって話だが。前の持ち主が紛失してからだいぶ経ってるしな。いずれ森って落とし物だったの？ロイドが探してるって言うから、てっきり疑惑のある品かと思ってた。おお、ジョージャン。期待に添えず、チョコレート太滑了。太融化了。落とし物の方が気楽でいいよ。邪妖狩りついでに探してみる。それはありがたい。手分けしようか。俺は右手に行く。ジョージャンは左を頼む。あ、ちょっと待って。その宝石、指輪とかブローチなの？記録では10年前まではブローチ、その前は首飾り、その前の前は腕輪、ここ2、30年はそんな感じらしい。
20〜30年。いずれ森は人から人へと渡り歩いている宝石だからな。じゃあ健闘を祈る。はい、太巧克力了。人から人へ渡り歩くって怎么莫名其妙。海娜，我只想把它按掉而已，我不小心放了大。哎，白石教授。クリーブランド城とその城下町跡ですね。島を開拓した一族が構え栄えましたが、後継者争いで今ご覧のありさまです。王家が生まれた瞬間から人は死に向かってるっていうのに自ら滅びを招く。可以跟我说一个笑话吗？讲啊。妖魔の目にはきっと人間という存在は愚かで哀れなどしがたい生き物に見えているのでしょう。人間が愚かなんじゃないの。愚かな人に笑点有点高。まあ、そう言うでしょうな。あ、お、好。うん。我懂了。抱歉，我笑点有点高。怎么直接变？这谁啊？罗伊德。真的是一个笑话呢。不倒啦。静かすぎる。ジョージャン、教皇庁の時計は？別にいつも通りだと思うけど。はい。はよ。よし。邪用の巣だったか。頼むぞ。よらい。逃げ足だけは早いんだから。もう。印第安战帽。これがイズル森か。待てよ、この木何か掘ってあるぞ。 NEL、 ここに眠る。ダメだ、ちゃんと読めないな。触るな。触るな。又来了。ロイド。昔戦で財を成したネルという商人がいた。
彼が扱ったのは邪妖奴隷。ネル。戦の道具として高額取引されている。这就是聂尔的墓。そんなの純潔の妖魔が黙っちゃいない。その奴隷商人、ろくでもない死に方をしただろうね。ジョーちゃんの予想通りなんで、司祭は省くが、変わり果てたネルが握っていたのが、その宝石、いずれ盛りだそうだ。謎めいてるの。いずれ盛りはその後、そこらの事情を伏せて転売された。黙ってりゃ、綺麗なエメラルドだからな。だが、いずれ森を買ったやつは必ず森で紛失しまう。就不要来这就好了。そして見つかるのは大体この辺りらしい。ロイド、その幹、文字が彫られてる。誰それがここに眠るとかなんとか。文字だって？その宝石の光で多分解読できる。やってみようか。いや、調べるには及ばん。見つけてもらっただけで大助かりさ。管你拿就没事、我拿就有事吗？俺のよし。俺の用は済んだ。嬢ちゃんも早く帰れよ。なんか珍しく慌ててたな。あの木の文字、ちょっと調べてみるか。啊干！我又按到，靠北。最近没干爹事啊。文字が彫ってある。ネル、ダリ、ジン、ここに眠る。三个人吗？かすれてる。宝石に照らされた時ははっきり見えてたのに、人の名前かな。我拿啊，被咬了，没拿到自制的信物了。大马士革刀，对啊，还在啊 ，Hello Hello。被麻痹不能攻击，我只能跑。下委托好了。Complete， 还要找这种打，然后还有炸弹，这附近应该有吧？炸弹啊！出来啊！有炸弹吗？下个敌人在哪？我也不知道哦。猫吧，啾啾啾！
你声音真的有够装。哦呦，哦，剩下那个影子。然后他收装备的方式也有够像。哇，被打飞啊！完成了。蛮方便的，直接按返回就好。魔枪攻击力增加，虽然不晓得是不是别人委托的那只鸟，但我找到从未见过的小鸟，可爱的令我觉得很舒不对，很幸福，可说是带来幸运的小鸟吧。森林中发现了鸟巢，静静地看着鸟巢，小心不惊扰它们，于是看到了
鸟喂雏鸟的画面，那只雏鸟又小又软绵绵的，好可爱哦！太可爱了，太多东西了。讲错话啊！鹦鹉，没有新的耶，烦。欸，大哥。ロイド、あの宝石のことだけど。ああ、これね。落ち着いたもんさ。邪妖専門の奴隷商人の残した宝石なんて、教皇庁にでも押し付ければいいのに。それは心配しなくていい。襲われるとしても、俺だけさ。でも、よかすよ。またそんな、自信たっぷりに。お前、女主角就是工具人。変なことがあったら教えてよ。はぁ。Complete! おう文商人をどこかに派遣するんだな。哦，这还有那个坐落于北海中部的小岛，不知为何并没有被记录在地图上。哦，原来我们是伦敦旁边的一个小岛，是吧？これでいいんだな。要爆炸啦！动心。太多妖刀了吧？卖东西哦，用不太到，买一卖，买一卖。嗯，有个几颗应该就够了吧。有个两颗下来好了。就有金币，减轻异常状态。东西好卖啊！蚊子他妈没用。
就是蛇颈龙之脊。贵的卖掉，那也不会再用了。但是下面加强一场，就是他的意思应该是说，就是你可能被毒很痛，就更会更痛。可是本来四秒的时间会变成两秒这样，大概是这个意思吧。我是这么理解的。太多巨人之骨了吧？低于四成，看我是不太需要这个东西。海蛇之牙，固定死，啊，没什么用啊。有几颗给我老婆好了。黑色蛋白是种子材质。太多手指虎了吧？啊，我们老婆会不会用到手指虎？金条啊！太多发光啦，可怕！那教堂模型也他妈很多欸。差不多了。これでいいんだな、取引する。终于卖光光了。じゃな、ジョちゃん。现在东西应该少很多了吧？不错不错。有的能力跟变为减少死亡的复活时间，这应该给炸弹用比较好吧。强化虫魔爆发还蛮猛的，再用好了。
还身上没有委托。我要。地下铁约会计划是怎样？史考特。禁止泄密的交易。看一下哦，这样的话我要去哪里？替教兄支付金额，恢复精神的配方。有精灵吗？好像有。啊。去为我们的老婆找一下配方。喂。游乐园离这里比较近哦，从这边直接过去哦。浄化管。先找一找。收支付，好哦。地下铁约会计划已经完成了 ，OK， 好，那我可以往游乐园前进了。那会这样就好了吧？雲の花嫁、男を惑わす雲の邪妖がいるそうです。この場所に目をつけるとは、さすがアーナス。不是就只是要去游乐园而已。教授。雲の花嫁、どちらが先に見つけるか、勝負ですよアーナスさん。勝負しよう。吧。哎呦，有心。私の調べではこの辺に違いないんですけどね。ここ怪しそうだよね。ああ、アーナスさん。教授、倒すしかない。死去。他怎么就死了、啊、他才刚出来就挂了。アーナスさん、仕留めてくださいましたか。
さすがですね。バチ。教授、その分だと無事だね。この雲は何？そら本人に聞いてみるのが一番でしょう。あ、グルルルル、ガルル。それ、邪用語のつもり？そこそこ通じると思いますよ。チャ通じてるし。ガルガル、グルルルガル、ガルガルグルルン。ごさし。シンパチ。ちょっと待って。両者協議の上、私が面倒を見ることになりました。ご心配なく。心配。あ、それから、賭けはあなたの勝ちです、アーナスさん。では。あの邪用語が通じるのか。公三しじゃあ公三しよ。卡到。为什么你又在这啊？哎，不好意思，我又对你放大了。哎，这个很，我都已经走在这了。何してるの？観察に決まってるでしょう。多脚型邪妖ですよ。クモ、エビ、カニなどが元になっています。半分以上魚介だったけど。いや、シーフードが食べたくて。ホテル帰ってなんか食べなよ。アーナスさん、今がチャンスです。チョコレートをくれたら餌付けされますよ。他不会勇跟我走啊。しないから。が、帰ります。さすがに食費削りすぎか。パトロンに泣きついちゃおうかな。おくれの。あの人誰に雇われてるんだろう。チョコリ、可是唯一亚纳斯可以排解吸血的欲望的东西啊！竟然想要拿，想太多了吧？还来！哦，慢点！检察官，把我键盘还来啊！好像战斗一样。哦，那石虎啊！まさか。我。カップケーキだ。靠背啊！这是炸弹的制作方法，不是石虎吧？どこをどうやればカップケーキが爆発するんだよ。こうなったら。感じだよ。想到。確認して危険な箇所を書き換える。我想到中国有一个什么抗日的那个剧，然后那个包子咬下就是可以吃，然后往就咬了一下往外面丢还可以爆炸。今日はとっても大切な日。アーナスと再会できたのも。彼女、あの頃のままで嬉しいわ。今日の記念にお母さんに教えてもらったカップケーキ、思い出して抗日神剧、真的。
爆発せず美味しくできますように。これリュリーティスの日記だったんだな。アーネス様、リュリーティス、你怎么跑来啊？どうしたの？私、アーネス様が出かけたから心配で心配で。很贵。リセットに水を落としちゃって。うわぁ、支配にエアコンでそう。そうなの。それで心配なら送ってあげるって。免得你继续砸杯子。はい、これ。取り戻してくれたのね。ありがとう。それで、中身は見ちゃった。見てないよ。ここは危険だから、支配人と帰りな。それと、Dセット、大切にね。骗。您就看。ええ、慎重に扱うわ。ありがとう、アーネス様。您明就看了，你骗人。怎么又在这？何してるの？邪妖観察に決まってるでしょう。おもちゃ型邪妖ですよ。果たして人間の兵士が邪妖化したのか、はたまたおもちゃが邪妖化したのか。应该是人类士兵。おもちゃだと思う。人間だと思います。我觉得是人类。人間が邪妖化した場合、もう少し人間らしさが残るもんだろう。あれはおもちゃだって。ふっふっ、甘いですよ、アーナスさん。列強国のとある部隊が邪妖に襲われ、返り血を浴びた兵士がああいう姿に変じたという報告があるんです。それ本当？私はね、アーナスさん、青い血は人間の内面に反応すると思う。誰会追求这个姿態啊？人間、戦のたび必要になる大量の兵士たちがどこから召集されてきたのか、人としての尊厳を踏みにじられ、人形のように操られ、捨てられる。あれは彼らに押し付けられた姿ですよ。青い血のせいでああなったんじゃない。人間が人間を奴隷化してるんですよ。そう思えるんだ、教授には。それは招揽助手了吗？いや、まあそのまだ研究段階ですから、いずれ彼らおもちゃ型ジャイオの正体についても明らかにできると思いますよ。では。难得这么正经耶，你没有要招助手。ヤルピエリア。まだまだ。と。と。カイチャル。お精灵啊。要精灵啊，视角会杀人，真的。跳下来，但上不去就是哦。快点帮我打掉！呀，真大！呀，精灵。快点！
教授又在这里。おお、この辺りうっすらと水晶化してる。こりゃ人間の技じゃありません。何してるの？建造物の邪妖化について調査です。私の国では迷いがという建物のお化けみたいなのがありましたね。入れたてのお茶や熱々味噌スープ、人の気配はしっかりあるのに誰もいない。そもそもそこに家があったかも怪しい。で、茶碗とかなんとか良さげなアイテムを持ち帰ると幸運になるという話です。え？又吃小偷、殺小。いや、はっはっは、全然伝わってませんね。ま、建造物の邪妖化については地味な研究でしたね。ろくな資料もない。私も手探りなんですよ。では。又是狼儿。他委托。要打这种精灵啊。狼被炸飞了。你在这里干嘛？カモンの指輪一点、生物が一点、幾何学模様の又在偷东西。ま、こんなもんだろうな。また金儲けの話。俺じゃハントと言ってくれよ。ジョーちゃんは邪妖狩りか？なんかいるようなもんはねえか。为什么要偷闻一下这我的东西？我为什么要偷闻？我正大光明的闻呐、啊！这种啊，给我、啊！怎么那么多只狼啊？这里好多狼啊！哟、哦，被关起来不能回去了。等一下，你再给我多一点哦！太会了吧！
么小妖精阵啊？快点啊！不来打你啦，安安。然后会放炸弹，我都不知道。我去。持续。哦，你好，你又要打一炮了。最晚最后一发再死，真的。头城鸟栖木，我帮占卜师姐姐占卜了，不过比起占卜更像是烦恼咨询，但她能开心就好。或许占卜的本质就是要让对方打起精神呢。太多问号了。安，你又掉东西了，你又被抢走了。ピンク色のリボンなんだけど、また物がなくなったの？よそ行きの帽子、真珠のブローチ、カップケーキのレシピときて、今度はリボンか。さすがに防犯面が気になるな。当ホテルに問題はございません。それに。それぞれの犯人は別々の邪用でございましたし。何をおっしゃる？そこが問題でしょう、リュリーティスさん。確かに、邪用にマークされてるんじゃないですか？まあ、リュリーティス城は夜の君を封じる聖女だしな。そこじゃありませんよ。多分、多分、多分。もったいぶるなよ先生。邪用を引きつける要素が他にあるってのか？妖魔にモテる原因が分かれば、私だって罠の張り替えがあるってものですよ。被揍了。要所有被揍了。リュリーティス、君のことは私が守るから。ピンクのリボンを探してほしいだけなんだけどな。多分どこかに落ちてると思うの。各种掉东西耶。教授、あの雲のことだけど。真会掉东西、超级会。そちらは万事問題ありません。ご心配なく。Complete。毁了主播，哎呦，你好。
ここに来てたんだね。どの辺に住んでいたの？あ、美味しいですよ。うん。一定又掉在房间里了。这次是你啊，压几丢？有谁不拦住他呢？干嘛的？嗯？あら、そのお人形。リボンを取った犯人だよ。アナス様ったら。面白いことを言うのね。他是你的人偶。ただの人形よ。プペちゃん。5歳の誕生日に父が買ってくれたの。猫ちゃんが持ち出しちゃったのかしら。こいつが。他名叫他飞啊。リボン見つけてくれてありがとう。仕事に戻るわね。あ、うん。もう。闹鬼啦。すっきりしないな。Complete， 闹鬼啦！还要这个东西吗？阿纳斯吗？这次是人偶不见了。プペちゃんってあのお父さんに買ってもらったっていう人形？家族との思い出の品を盗むなんてよくないですよ。さっさと返しなさいよ。だから俺じゃねえっての。そればっかは新しいの買いなんて言えねえな。私の方でも注意して見てみましょう。有掉、可是它会自己動啊。私も探してみるよ。ありがとう。プペちゃんはホテルの中にいると思うの。見かけたら教えてね。前に見かけた場所を探してみるかな。掉欸。哇、我这只是它自己跑掉的。上面完全没有任何的作用。安娜贝尔，可她比安娜贝尔可爱多了。啊！飞出去了，她竟然穿墙！どうしたの？君の人形が窓から逃げたんだ。多分どっかの黒鳥発生区だと思う。まさか、ペペちゃんはただのお人形よ。見間違いじゃないの？他就是会跑啊。アーナス様、お疲れなんだわ。このところ忙しかったもの。少しカフェでゆっくりしていって。我想我真是太累了，你的胸部可以借我躺一下吗？大概是这样的发展吧。想跑？やっぱり見間違いなんかじゃない。探さないと。他为什么要从这边？莫名其妙。越变越奇怪了。变鬼啦！蠢动之声。消失的不配，真的不想解这个，为什么要替他
目前啊。啊，我今天就先玩到这边，感谢大家收看。然后明天的话，假日哦，看我可能会下午的话，可能不是开人网，有可能是开 LOL， 反正就再看看，我会再决定这样，一样会 po 在 FB 里。感谢大家收看，拜拜。